炭治郎、かなおちゃんが来たよ。ちょっと待ってくれ、今は熱子と。いいからいいから、後のことは俺と伊之助でやっておくから、お前はかなおちゃんのところへ行ってこい。分かったから、そんなに強く押さないでくれ。あ、炭治郎。カナオ、そっちはどうかな。うん、もうだいぶ落ち着いてきたよ。葵たちが率先してやってくれているから。そっか、あの戦いでは多くの人が犠牲になり、負傷者の数も今までの比にはならなかったからな。でもだいぶみんな少しずつ回復していって、それぞれの生活に戻った人もいるよ。最後に俺があんなことにならなければ。やめて炭治郎。え？あれは炭治郎のせいじゃない。だからそんなこと言わないで。カナオ、うん、そうだよね。死んでいった仲間たちにも顔向けができない。そうだよ炭治郎。炭治郎とねずこちゃんはいつだって鬼殺隊の希望の光だったんだから。ところで、しのぶさんの葬儀の準備は？あ、今日はそのことを伝えに来たの。あさって取り行われることが決定したから。わかった、それじゃあ善逸たちにも伝えてまた行くよ。うん、待ってるね。しのぶ姉さん、みんな来てくれたよ。そっか、話には聞いていたけど、しのぶさんは体がない。くそ、あの野郎、しのぶの体を返せ。みんな姉さんのためにありがとう。せめてこの空の棺桶が寂しくないようにお花でいっぱいにしたいんだけど。そんなのお安い御用だよ。あ、しのぶさんのためにも花でいっぱいにしてあげよう。え、お前泣いてんの？うるせえ、しのぶのためにつやつやどんぐり拾ってきたんだから、これも入れてやる。だからもっと丁寧に入れろよ。お前は罰当たりだな。こら、二人とも。カナオ？ううん、とってもにぎやかだから、きっとしのぶ姉さんも笑っていると思って。どちらかというと、死人の前で騒ぐもんじゃないって怒られそうだけどね。しのぶはな、にぎやかな方が喜ぶんだよ。お葬式って普通、しんみり行うものだろ。カナオ、それ入れるのか？うん。確か、お姉さんの、かなえさんの形見だって。そう、これはかなえ姉さんがつけていた髪飾りだから、一緒に入れるんだ。そっか、しのぶ姉さんのところにかなえ姉さんの一部を入れる。これでもう二人はずっと一緒だよ。かなおはあの鬼をドーマを倒してどう思った？何も感じなかった。ただ怒りだけはあったと思う。それはだけど、私はこの手で大事な姉さんたちを殺したあいつを褒めることができた。伊之助だってきっと同じだよ。え、伊之助？うん、私たちはちゃんと大事な人の敵討ちをすることができた。私はこれでよかったんだと思っているよ。そっか、カナオがそう言うなら俺からは何も言わないよ。これからは俺がカナオを支えていく、そう決めたんだから。あいつ、ずっとあの調子だよな。伊之助なりにも思うところはたくさんあるんだろう。さーて、みんなでご飯でも食べようか。空腹のままだと、なんか余計しんみりしちゃうし。そうだね。じゃあ俺、葵ちゃんとねずこちゃん手伝ってくるよ。ああ、行ってらっしゃい。カナオ、そこにいるのか？うん。しのぶさんはここで眠ることになったんだね。みんながいる蝶屋敷で。その方がいいかなって思ったんだ。なたぐも山でのことや無残戦のこと、本当につい昨日まで日輪刀を振るって夜は任務に明け暮れる日々を過ごしていたのにね。そうだね。う、あれって？牛さん。校長。あらあら、富岡さんじゃないですか。ここでもそんな顔されちゃ困りますよ。なぜだ？お葬式でもそんな顔をしていたのに、ここでもそれをやられると富岡さんの湿っぽさがさらに悪化するじゃないですか。笑うなんて珍しい。校長、あの時炭治郎と禰豆子が裁判にかけられた時、あいつらをかばってくれてありがとう。
はて、何のことでしょうか。口下手な俺に代わって中立的な立場を取ってくれた。今でもそれには感謝している。あれはそんなんじゃないですよ。ただ鬼に対して慈悲深い炭治郎くんと人を襲わない禰豆子さんだったから、それだけです。あの二人と姉を重ねていたんです。ま、そんなこと知らないでしょうけどね。どうであれ、お前には感謝してもしきれない。改めて礼を言う。ありがとう。ほんと無惨を倒してから饒舌になっちゃって調子が狂います。お前の方こそ今日はやけに素直だ。え？心の声が聞こえてくる。あの二人に心を救われた。だからさりげなく助けていたと。お前はどこまでも心の綺麗な女性だ。やめてくださいよ、富岡さんのくせに心を読むのは。ということはそう思っているということだな。はあ、まあそういうことにしておきましょうか。校長、来世では必ずお前を。ええ、分かっていますよ。ギウさん、ずっと一人で何かつぶやいているな。もしかしたら姉さんが会いに来たのかも。確かにそれはありえるかもな。来世では必ずどうかお幸せに。あ、このお供え物昨日なかったよね。おはぎと鮭大根、これ食っていいのか。ダメに決まってるだろ、忍さんへのお供え物なんだぞ、この罰当たりイノシシめ。あん、ほら二人ともやめてって言ってるだろ。たく、風のおっさんはこういうことをするからモテるんだ。俺の禰豆子ちゃんの頭まで撫でてドキドキさせて。キーチーズ、うるさい。ん、あれは葵さん。伊之助、まさかまたつまみ食いを。してねえよ。絶対したやつじゃん。なんだか日常が戻ったみたいだね。そうだね、これからはこの平和な毎日をかみしめて生きていくんだ。炭治郎、これからもよろしくね。ああ、もちろん。